はい、皆さんこんにちは、ピカです。信長の野望革新やっていくよ。これ武将誰いるんだこれ。半兵衛いるな。まあこれ敵の知略よく見とく必要がある。ここまあ落とさないように、まあ半兵衛たち、そういう武将らちをここに閉じ込めてバッスンバッスン打ちまくってやろうかと思ってるんですね今。まあおそらくこの戦で勝てば天下統一の夢は、まあ55% 実現できると思う。まあね、なぜかと言いますと、まあ僕はこれ安全地帯作って、まあここにどんどん兵をね集中している。まあこう、信玄はね、同盟している、おそらく同盟しているとはいえ、全軍こっちに持ってこれないんだよね、まだ。僕が恐れていたのは、ここ全部統一して、信玄がなだれ込んでくる。こうされたらもう、半分半分、領地取っていても、おそらく信玄めちゃくちゃ強いんで、もう天下統一は無理だったと。だが叩くなら今ですね。ここの血のりを得て叩くのと、で、まあ、信玄本拠城は宇都宮になってるね。まあ移動してくるかもしんないけど、まあ信玄がいないのと、上杉とは同盟結んでないが、ここと北条とは同盟結んでるんだ。まあそういう感じですね。天のり地のり味付けのり全て我にありですねえ。今叩いて、もうここ中はね、おそらくスカスカというか、今ちょっと下見したんだけど、まあ1000とか2000とかですね、やっぱりここ、まあここらとここらに兵集まってる。ここらの兵もドバンとこっち来ていれば、まあ手出なかったでしょ今。よし、なんとか間に合ったという感じです今は。信玄を抑えるの、よし、それじゃあちょっとやってみよう。軍事出陣で、これとで久米君で鉄砲、まあ早打ちしかないけど、まあ半兵衛いると思うけど、官兵衛とかね、まあそういうやつらの連続計略で、かしこまりました。暴れてみよう。元近もしかりじゃ。元近はオールマイティだから、こいつだけでいいんだよな。あと連れ添っとればいいんだよね。で鉄砲の元近どうするか、計略使うか、威圧にしてみっかな。こぶっとくか。承知しました。ただちょっと心配なのは、こいつか。ちょっと心配なのは、あ、こいつこぶっとけばよかったな。まあいいか、元近より一つ知略低いけど、
狼楽にしてみよう。9000だと、まあ小兵狼もやばいけど、交渉需要、あ、いけるいける、小早川、よし。で築城ね、統率はないな、うん、ならば出陣の、かしこまりました。あとうまいこと兵糧をなんとか持たせたい、うん、まあまあ9月なったらまた入るから、少ねえな。お任せあれ。激励、うん、激励、よし行け、喧嘩打ったれ、来るぞ来るぞ、来たー、半兵衛をやれ、処刑しても構わぬ。承知しました。うん、そっち行っちゃうの、まあいいわ、これでいいわ。おい、今こいつなんか入ったぞ、ここに。やべ、知略82か。こっち出した方がいいな。中継地点ここ。よし。で、兵糧なんとかしろ。このままじゃ兵糧だよ。兵糧売却してるし、これ。やっぱり。内政建設、兵糧、水田。スピーディーに作れ。よし、兵糧、購入しろ。まだできんの？購入しろ。
で石山ごぼう。鉄砲はもういらねえんだ。建設、撤去。位置は門前町いる。これいらねえ。ちょっと待って、職人いらねえ。で、特殊じゃない、門前町を作って、まあ要塞みたいのにしなくてもいいと思う。で、撤去。特殊の、あれ違うか、こ特殊しまった。なんだこれか。やべえな。まあまあまあいいわ。そしたらちょっと待て、内政建設の撤去いらんわ。で、特殊作れるように農産、まあスピーディーにやってくれ。まあ今はこれでよい。あ、竹中、半兵衛中入りやがったな。よしよし。騎馬だろ。なら、で、同士打ちか。同士打ちなら、同士打ちはやっぱこっちやった方がいいな。で、高久。お前は、結城高やれ。続け！村上、君は任せる。まあ、こっちやれ。雪高に同士打ちは不利じゃ。お味方が城内に突入しました。はい、やってくれる。じゃあ雪高引っ込めて、同士打ち行ってくれ。一歩たりとも近づけるでないぞ。待ってくれよ頼む。歌つこ、どこじゃ。よし、40万になったぞ。ここか。やばいな。で、こんな時、兵糧もない時、輸送したくねえんだよな。任せあれ。ちょっと待って、こうアホだからな。80でも、もう相手にならんから、ここ行った方がいいね。
まあ2段で結構ダメージ食うだろう。たかは狼烙か。こいつは知略76、いっぱいいるね。知略83、ユキタカ以外のやつに同士打ち。ここに、あ、ここやばいな。ここに同士打ちかけたら半兵衛いるから、まあまあまあ、そしたら目標こいつにしとけ。承知しました。こいつに同士打ちかけろ。君もしかりじゃ。こいつだ。お任せあれ。やってくれ。我が計略を受けるがよい。やつ、あっちか。跳ね返せ。まだまだ。よし、おののくがよい。行けよ。やってくれよったな。よし、我がことなれりじゃ。よし、一人とて打ち漏らせ。一人とて打ち漏らせ。行けよ。せい、やってくれる。ユキタが引っ込めろ。敵部隊壊滅しました。味方が捕らえられました。おいおい、頼むよ。撃ちまくれ。やってくれる。敵部隊壊滅。戦闘筒井城10000、ここ20000で、ここは まあよし。で、よしひろ、ここ人事異動。兵糧作らないとね。お前91あんのか。冷静に冷静に。ちょっと待って、特殊門前特殊匠。急げ。勘弁にか。うりゃ、敵部隊壊滅しました。おりゃいえ、私に続け。くは
承知いたしました。あ、そう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 、あれ、ここ気をつけんと。これこれ。で、これ無理だろうから、かしこまりました。うん、神戸生きてんの6000か。一人残らず踏み潰せ。くれる。勘弁狙いかよ。入ったよ。押し出せ。やってくれる。ぐお。思い知れ。なかなかやるな。お味方が滅びたか。捕らえられました。おののくがよい。押し返せ。早打ちしろ。何でもいい。早打ちしろ。早打ち。と。まだまだ。え？なぜなぜでござる。勝たねばいかん。なんかあっちばっか計略使ってねえか。おいおいおい、気合を入れよう。はい、なかなかやるな。敵部隊壊滅しました。思い知れ。待ってくれよったの。奮い立て。私に続け。気合を入れよ。雪高いんのか。かしこまりました。お任せください。お任せください。承知いたしました。軍馬9000。
モバタか。つきまくれ。乗れ。我が計略やってくれよったの。おりゃおりゃおりゃ。気合を入れよ。こいつ、いや、我が計略を受けてみよう。ビクともせぬを。くれよったの。押し出せ。ひでな、連チャンであっちばっかやってんね。こっちの舞台数多いと思うんだが。頼むよ。なんでおめえに。ちょっと待て、おめえに欠けてねえよ俺。思い知るがよい。乗れ。あかんわこれ。押されてる。おりゃ。やってくれよったの。奮い立て。雪高なんとかしろ。一人立て打ち漏らすでないぞ。やってくれる。戦略。敵部隊壊滅。お前雪高にぶっぱなせ。はは。騎馬隊の威力を見よ。れ。撃って撃って撃ちまくれ。なかなかやるな。ドブス。一斉に撃ちまくれ。なかなかやるな。敵部隊壊滅しました。奮い立て。押し出せ。やってくれる。突き崩せ。相手の戦略ポコスカポコスカ出しやがって。もはやこう兵ねえぞ。1万5000、6000。騎馬だと鉄砲三つひで、ひってこっちゃ。ひどい。いやもう出す場所ねえな。さすがに出す場所ねえわ。この戦で負けて再起できるか。まあ輸送してるけどね今。最悪負けるかもしんない。マジで。石山ごぼうに今輸送してるけど、これでもう旗のとこはこっちたら終わりだね。
万事休すだよ。まあそん時はもう捨てるけどね。こう、うん、そうそうそう、ちょっと待って、ここ、うん、ここにもう首都いらねえ。でここ危険だね。姫路に来い。姫路だったらいけるだろ。160日か。うん、160日か、うん、お任せくだされ。まあ負けてもなるべく早く、またすぐ。あ、上杉動いたか。あ、上杉と南部争ってる。うん、我が計略を受けるがよい。頼むよ。ビクともせぬ。よし、一人残らず踏みつぶせ。4戦かよ。おい、なかなかやるな。思い知るがよい。乗れ。よし、聞いてくれたらそれでいい。敵部隊壊滅しました。これやってくれる。思い知れ。やってくれる。打ちまくれ。乗れ。よしよし、なんとかいけそうやな。せい、押してきたぞ。撃ち取ったりし、やってくれよったな。二段でいい。とどめさせ。やってくれよったな。撃ちまくれ。敵部隊壊滅。待て、何退却してんだよ。お任せあれ。お任せください。計略使え。激励。まあまあまあ、これはいいよ。あ、ちょ待って。ああ、なるほど、兵ねえのか。
雪高に籠絡は効かん。早打ちしろ。と、なかなかやるな。行け。敵部隊壊滅。撃って撃って撃ちまくれ。撃ってくれよったの。三井でも入れ。よし。おりゃ。やってくれる。我が計略見破れるかな。見破ったり。一斉に撃ちまくれ。やってくれよったの。よっしゃ。おりゃおりゃおりゃ。勝ったぞ。気合を入れよう。まあ信玄いたら負けてたけどね。雪高とあのやっぱり先駆けとかそういうのにもめっちゃくちゃやられたよ。でもうこれねえだろ、もうこれねえだろ。死ねえ死ねえ死ねえ。承知。承知いたしました。お任せください。よし、これでいい。これで全て丸く収まった。よし、内政。水田の収入2回。まあこれやるか。何日？まあいい、やれ。ちょっと今頭痛くなってきたから考えてる暇ねえわ。築城ね。ここはいいのか。観音寺。ちょ待て、さっきあいつ取れんか。承知いたしました。お任せください。ははっ。北条化身役。先ぶっ殺せ。先頼む。殺せんか。あれ、あっち行きやがった。くそ、あっち行きやがったか。なら
二つと、とっちまえ。あ、いたいたいた、生きてた。よかった。承知。これでなんとか滅亡は防げそうだ。鉄砲いらねえんだよな。鉄砲の、まあまあそれでよかろう。調達してくれ。そうそうそう。佐渡原、佐渡原、まあ次回までちょっと改良しとくか。これが1万、勝橋城ね、内政建設撤去、待って待って、これいいんだよ。もうあいつは無理だ。ただあっちから3万の軍勢で攻めてくる前にここ落とさんと。で捕虜、捕らえた武将いねえの。旗野くん。直政か。
やはり来たか、天界か。撃って撃って撃ちまくれ。乗れ。おりゃおりゃおりゃ。で、いい感じだ。ここどこ行くの？あ、ここ来たんだ。よし。はい、それでは今回はここまでにしときます。ではまた次回お会いしましょう。またね。